ロシアのプーチン大統領はモスクワで中国の外交トップ王毅政治局委員と会談し、習近平国家主席のロシアへの訪問を待っていると改めて要請しました。会談の冒頭、プーチン大統領は習近平国家主席の訪問について、中国の国内事情があることはわかるが、ロシアへの訪問を待っていると述べました。またロシアと中国の関係は国際社会からの圧力に耐え新たな段階に入っていると話しかけ、共に対立するアメリカを念頭に両国の連携強化を強調しました。これに対して王毅政治局委員は、習近平主席からプーチン大統領への挨拶を伝え、中国とロシアの関係は着実に発展していると述べたものの、映像が公開された範囲では習主席のロシア訪問については言及していません。